それでは、インビディアラストのマフラー音ですね、また今度つけると思うんですけど、ちょっと当分不実望になると思います。よかったら聞いてください。レンガに乗せて後ろはスロープですね、本当は危ないのでこの方法はやらない方がいいんですけれども、馬使った方がいいってみんなに言われます。でも馬持ってないのでとりあえずこれで作業してみようと思います。今からセンターパイプ外します。あかん、後ろの分岐外さんと動かない。ここを外さないとちょっと動かないです。3ピースになってるんで、工具のチョイスに失敗しました。入らん、ラチェットが。富士壺は2ピースなんで、ちょっとこの辺は楽やと思うんですけど、あれ？センターのパイプがビクともしないですね。なんでや。
センターのパイプがビクともしないので、さっきサイレンサーから外していきます。サイレンサー二股とでセンターパイプ外していこうかなと。先にマフラーのリアピース外しちゃおうと思います。目にゴミが行って。これがマフラーハンガーと言うて吊り下げるんですよね。吊り下げるこういう感じで、それをスポッと抜くと、これですね。これがマフラーハンガーです。上の方が抜けるか。割りに硬いですよ。よし、あぶねえ。うわ、水が、おっと、取れました。フロントパイプのジョイント部分が抜けなくて、リアピースから外していって、最初ネジ緩めとっただけなんですけれども、それでも抜けなくてしょうがないから、ここの分岐のところボルト外して
マフラーハンガーにかかってるから大丈夫やろ思っとったら、先端パイプ思いっきり引っ張ったらボソって落ちてきて、意外に重くて挟まってなかなか出れませんでした。それでは富士壺の取り付けの方なんですけれども、先端パイプにマフラーハンガーあったんちゃうかなって記憶しとったんですけども、リアフィニッシャーの方にマフラーセンターパイプの、センターパイプちゃうわ、センターのハンガーがある状況です。だからどうしよう、さっきサイレンサーからつけちゃいましょうか。よいしょ、おっし、よいしょ、よっしゃ、よっしゃ、よいしょ、いけました。よいしょ、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 あ、よいしょ。
さき仮締めです。こっちなんぼでも縛るよ、なんでや。よし、いけ。腕がね、入らないからめっちゃ痛いんすよ。その、あちこち、体のあちこちが痛い。こんなもんかな。こんなもんっすね。回りますね。こんなもんかな。オッケー。あと排気漏れチェックですね。ちょっとエンジンかけてみましょう。漏れてないです。作業から約3時間、ようやく作業終わりました。じゃあエンジンかけてみようと思います。ブロック引いとったからブロックがコトンコトンって言ったんですね。いい感じの音らしい音になっちゃったんですけれども、インビディアに比べると音半分ぐらい、半分以下になっちゃったんですけれども、車検なので仕方がないですね。疲れました。体中痛いです。それではまた富士壺つけてドライブの動画とかアップしますので、よかったらぜひ見てください。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。